ファニエルホールはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市の中心部海岸近くに位置する歴史的建造物。1743年から商店街及び会議場として使用されている。サミュエル・アダムズやジェームス・オキスなど独立派の有力者が演説を行った場所でもある。現在ではボストン国立歴史公園の一角をなしフリーダムトレイルに沿った 観光地の一つともなっている。自由の揺りかごと呼ばれることもある。2008年、フォーブストラベラー氏による全米最多観光客数25000の第4位に選出された。1789年1830年数年に渡り、ボストンに公設市場を建てる計画がなされ、1740年市民集会において地元ボストンの合唱。 ピーター・ファニエルの出資により建設が行われることとなった。強い意義もあったが、満場一致で感謝の決議が行われ、ファニエルの申し出は受け入れられた。資金の一部は奴隷の取引による利益で賄われた。同年9月、ドックスクエアにおいて建物の建設が始まった。1740年から1742年、芸術家、 ジョン・スマイバートの設計により、イギリスにあった市場の様式で建てられ、1階は市場として使われ、2階は集会室となった。アメリカ合衆国国立公園局のスポークスパーソンのショーン・ヘネシーによると、ボストンの初期の奴隷オークションのいくつかは、このファニエルホールの近くで行われていた。1761年に一度消失してしまい、レンガの壁が残るのみとなった。 翌1762年、町により建て直された。1775年、イギリスがボストンを占拠していた間、劇場として使用されていた。1806年には、チャールズブルフィンチによって大規模な増築が行われた。その結果、新しい建物の高さと幅はそれまでの建物の2倍になり、また3階が新たに設けられた。 新たに四つの柱間が設けられ、全部で七つとなった。回廊には壁が設けられ、屋根状のドームは建物の反対側に移された。また、ブルフィンチは、通り屋敷の不柱を一階と二階に、イオニ屋敷の壁柱を三階にそれぞれ設けた。集会場の天井も高くなり、またその周囲には絵画が飾られた。1824年から1826年、 近くにクインシーマーケットが建てられた。その後、1898年から1899年にかけてファニエルホールは不燃材を使用して建て直された。1960年10月9日、アメリカ合衆国国定歴史建造物に数年後、アメリカ合衆国国家歴史登録材に認定された。1979年には地下と1階が改装された。 1992年にも修復が行われた。1994年、ボストンランドマーク委員会により、ボストンランドマークに認定された。1903年、ファニエルホールマーケットプレイス現在では、ファニエルホールマーケットプレイスとして隣接する、ノースマーケット、クイーンシーマーケット、サウスマーケットとともに、ショッピングセンターの一部になっている。 1890年8月8日、ボストン発の黒人共和党議員の一人であった、ジュリアス・シーザー・シャペルは黒人に投票権を与える連邦選挙法案を支持するスピーチ、自由のゆりかごでを行った。1883年から1886年、シャペルは議員を務めていた。この出来事は全米で報じられ、8月9日、ニューヨークエイジ紙一面に、 投票権を熱心に支持する自由の揺りかごと呼ばれるファニエルホールは自由と公平を主張するボストン市民で埋め尽くされたと記された。1979年11月7日、エドワード・ケネディは大統領選出馬のスピーチを行った。2004年11月3日、当時上院議員であったジョン・ケリーがここで大統領選挙の敗北演説を行った。 2006年4月11日、ミッド・ロムニー州知事は学会を伴い300名の招待客を前に、マサチューセッツ州の歴史的医療保険法案に署名を行った。2013年10月30日、バラク・オバマ大統領はロムニーが署名したのと同じ場所で医療保険制度改革の重要性を訴えた。2014年10月30日に亡くなったトーマス・メニーの市長は、 十一月二日、棺が安置された。千七百四十六年から四回に由緒ある、公平中隊マサチューセッツ州隊の本部がある。ザオライリーファクターなどの政治番組の収録のほか、現在でも政治的ディベートの会場として使用されている。フニュールは、フランスのせいだが、ファネル、FNL、または、ファニエル、FNJL と、英語読みにしている。植民時代には、 ファネルと呼ばれていた。埋葬からしばらく経ってから刻まれたピーター・ファニエルの墓石には、P ・ファネルと記されている。地元では、ファニエルホール、または、ファニエルは、建物のみでなく、その地域に言及される。ファニエルホールの上には何がいるもちろんバッタダ2 0 0 7年に1週間かけ、固まった下に WD-40 を吹き付け、縄をつけるなどの修理を行った。 1945年、第二次世界大戦終戦を告げるのになったのが、下によってなった最後であるが、その後はバチを使用して何度か鳴らされていた。1880年、アン・ホイトニーにより、サミュエル・アダムズの像が作られ、公正で恐れを知らない、政治家と記されている。屋根の上についている、バッタの飾見はこの建物のシンボルであるとともに、ボストンのシンボルでもある。 1742年、銀サイク士、シェム・ドラウンによって制作された。金箔が貼られており、重さ80ポンド、長さ4フィートである。この風見は、トーマス・グレーシャムの紋章を元にした、ロンドンの旧王立市場の風見に似せて作られたとされ、新世界の経済の中心の象徴となるべく建てられた、この建物にふさわしいものであった。独立戦争中、 13植民地側の兵士たちの間では、ファニエルホールの上には何がいるという質問に対し、もちろんバッタだと答えることが、敵味方を区別するための合言葉となっていた。ファニエルホール東丹とコングレスストリートの間の区画は、ボストン国立歴史公園の一部となっている。19世紀に彫刻家、アンホイトニーにより制作されたサミュエル・アダムズの像がある。 河口岩の広場には850フィートにわたり1630年頃の海岸線が記されている。1820年の地図による道路線や区画がピンクと灰色の河口岩で示されている。海岸線は a ンスフューチャーショアラインという芸術作品として高潮海岸線沿いに海藻、魚、貝などが描かれている。 ファニエル・ホールの絵画や彫刻など芸術作品の多くはアメリカ独立戦争活動家、南北戦争前の奴隷制度廃止論者、政治家たちに取り壊された。参考文献。ありがとうございます。